ございます。今日もね、寒い一日が始まりました。今はですね、これまでやってきました体の動きを使って、例えばこういうステップですね、それから、昨日やりました背中で肩甲骨を使ってですね、ボールを打つ、これを使って打った時にどうやってスピンをかけるか、どういうふうに打っていけばそのスピンが相手にとって厳しいボールになるか、ちょっとですね練習していました。今日はちょっとですね、スピンをどういうふうにかけていくか、どうやって体をうまく使ってスピンをかけていくかという練習をですね、ちょっとやっていきたいと思います。スピンの練習をするときに考えていきたいのは、もちろん打ち方もあります。もう一つはどの場面でどういうふうに使うかというところが大事じゃないかなと考えています。まずは打ち方からやっていきましょう。スピンの打ち方は前回摩擦の話をしたことがありますね。ボールに対してラケットの面がどういうふうに入っていけばいいか、でその時に、大事なのは、今回はですね、このリストワーク、これをですねちょっとうまくできるように練習していきたいなと思います。ボールに対して面が下から入ってきます。当然これはスピンのボールになるでしょう。もしくはこれがですね、こういう打ち方をしてスライスがかかってたら最強かもしれません。ただ、それは絶対ありえませんので、ボールの下からラケットの面がこういうふうに出ればいいんですけども、これがですね、腕でこう持っていくとなかなかスピンがかけられません。当然縦の回転はかかると思います。この動きにですね、これまでやりました背中、肩甲骨を入れていきます。そして最後にこのリストワークを入れていくわけですね。そうするとこうスイングスピードが一気に上がるのが分かりますかね。こういう感じですね。そして背中をしっかり、肩甲骨でスイングを押してあげるような感じ。最後はヘッドをこういうイメージですね。こうなってしまってはスイングがスムーズに回っていきませんので、できるだけこういうちょっとワイパースイングに近いフィニッシュでラケットの面を持っていけばいいかなと思います。こういう動きですね。このリストワークがすごいスピンをかけるときに必要なんですね。さあ、それでは手出しではありますが、少しですね、どういうふうにスピンを打っていけばいいかちょっとやってみましょうか。これまでやってきました、ちょっとまあ足は今ラリーではありませんので、まあ、その場でしっかり土台を作って打ちます。で気をつけたいのは、この腕でスイングをするんじゃなくて、背中で肩甲骨をしっかり動かしながらですね、なおかつ最後にリストワークを入れていくような感じ、これをですねちょっと見ていただきたいなと思います。これだとだいぶスピンはかかりますね。こういう感じでスピンはかけられます。あとはですね、その重みを増すためには体全体でボールを押すという作業がいりますよね。さあ、ここからが大事ですね。スピンの打ち方は今お話ししたような感じです。リストワークをうまく使うということと、それから背中でボールを押しながらですね、威力を上げていく。でもう一つ大事なのは、どの高さを通してどこに落としたいかですね。例えば、スピンがかかっていても深い位置に入りすぎると、ちょうどこの打点で打つことになってきます。これだとスピンはかかっていて多少弾きはありますけども、一番いい打点になってきますよね。だからあまり深い位置にボールが落ちてしまうとスピンの効力がありません。だから
大体ですね。ネットの高さからどれくらいを通すかは大事なんですけども、まあ、この辺、ベースラインとそれからサービスラインのラケット2本分ぐらいの後ろのところにうまくスピンボールが落ちれば、例えば相手のバックサイドに入った場合はこの辺で打たないといけなくなるわけですね。で、これを回避しようとして後ろに下がります。ということはコートのですね、まあ、この辺から打たないといけない、まあ、大体これはベースラインからラケット3本分ぐらいと。で、そうするとこの位置からですね攻め込むっていうのはかなり大変な作業です。だからスピンをかけることによって相手の体勢を下げたり打点を高くすると、打ちづらくなりますよね。で、そうすると、球が浅くなって逆に向こう側から攻められるという形になってくると思います。で、大体基準はですね、そうですね、ネットの高さからラケット2本分ぐらい、もしくはもうちょっと高く上げても3本分ぐらいまでをうまく使っていくといいですね。まあ、ダブルスの場合はもっと高く上げるとスピンロブなんかうまく使えると思います。まあ、この高さ、まあ、こういうふうに使っていけばですね、相手にとって厳しいボールであるからスピンボールっていうのは大事なんですよね。ちょっとですね暗いですけども、見ていただけたらいいかなと思います。次はですね最後にどうやって攻めればいいかですね。まずは普通のボールでクロスの深いところに置いておいて、クロスに飛んできたボールを次はスピンをかけてワイド側にボールを持ってきます。そして相手がぐわっと向こうのサイド側に走ったところをぐわっとスピンをかけてバック側に打っていくと、相手がですねぐわっとこう走って打たないといけなくなります。そうすると球が浅くなる可能性があるので、スピンボールをパーンと打った後ですね、ちょっと前に入って浮いてきたボールをボーン打っていくようなパターンがいいですね。あくまでもテニスはリズムの崩し合いですから、フラットだけではダメです。スピンだけでもダメですね。フラットフラットの中からスピンボールを打つことで球のスピードが落ちますし、打点も変わってきますよね。で、そうやって相手を崩しながら自分が有利になればいいというのがスピンボールの使い道ですね。まあ、打ち方としてはこのリストワークが大事です。体の全ての動きをこのインパクトリストワークに合わせて動いていくとかなり強烈なスピンがかかると思いますね。皆さんもですね一度このリストワークを意識して練習してみてください。ただ大事なのはここだけではいいスピンは打てません。体全体の動き、昨日までやりましたこの肩甲骨を前にグワッと出すような感じと、このボールの下から入るリストワークが大事なんですね。